で、リオさんとかすごい雰囲気良かったよね。潮目が良かった。なんていうのかな、イメージ。やっぱり朝鮮半島、まあ、あそこも生産しないといけないですよね。今の紙ペラのドルをきれいに生産してしまわんと、テキサスなんかで出てくるデジタル通貨、新しいやつですよね。中国のデジタル人民元とかね、今年の終わりとかね、秋以降が姿が見えてくる、一般の人たち。情報をね、商売としてやり取りするっていうのは、俺、それともなんかなと思ってんのよ。2024年2月の6日と、はい、そうですそうです、はい、流れが変わってきたね。なんか潮目が変わった、雰囲気が変わった、はい、この2月入ってから、特にこれ、ね、2月入ってからすごい雰囲気っていうかな、変わったよね、はい、潮目が変わった、なんて言ったらイメージ軽くなったっていうかな、なんかな、そうですね、軽くなったっていう表現でいいんですかね。でも軽くなった、ちょっとこう波動が変わったよな、かなりね。これ2月入ってから一気にな、なんかな、はい、救急車なんかすっごい走っとったやんか、はい、この1月ぐらいまで、あ、すごかったろ、救急車もうピーポー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 って、あれ静かになったよな、なんかしゃんけん、2月とか急にね。あ、確かに、まあだからあれ、コロナから始まって注射やワクチンやって、はい、救急車ピーポーピーポーそこら辺走り回っとったのが、なんかこの1月ぐらいまでで、はい、2月になって、ね、急に変わったかな、潮目が変わったかなっていう感じかな、はいはい、変わったというか、そんな意味では、ね、状況が変わったっていうふうに、ね、皆さん言われてますね、やっぱり、ね、はい、それで、ブリックス会議が終わりましたと、ね、っけラブロフ外相やったっけ、はい、ロシアのね、あの人、もうブリックスってほら、去年、2023年は南アフリカやったっけ、議長国はな。はいはい、で、今年の2024年はあのロシアが議長国になってるんですよ。そのあのラブロフ外相って、あのほれ、あのロシアが特別軍事作戦って言って、ウクライナに入っていった時あったでしょ？ありましたね。はい。あの当時、国連でものすごい叩かれて、攻められて、一人ぼっちになって、いじめられてって雇ったわけよな、あれが夢みたいな感じ？今見てたら、今回。夢ですか？夢？悪夢？あれは何なんやったんやろみたいな。だからあれ、特別軍事作戦でウクライナ入っていった時は、もう世界中で叩かれたわけでしょ、うんで、ね、ロシアは悪だと、悪の枢軸だと、ね、なんてことするんだみたいな、西側一致団結で戦えみたいな、戦えみたいな。ロシアに制裁加えろってやっとったわけでしょ、うん、それが今回のあのブリックス会議に出たの、なんていうの、戦勝国連合っていうのかな、こっちの方が正義でしたみたいな、に変わってしまったわけよ、これな。感慨深いというか、これ、東と西がひっくり返る、東西がひっくり返る、はいはいはい、あの天と地がひっくり返るみたいな、あのね、すがすがしいんですよ、ブリックス会議って見てると。どういうところがすがすがしいんですか？いやいや、本当、すがすがしいんですよ。神々しいっていうか、神々しいくなる、それは神の領域とかですか？なんちゅうみたいかな、なんかこう、なんちゅうみたいかな、仲良くやっていきましょうっていう、はい、こう。未来を展望できる明るい光が差してるみたいな、世界経済フォーラムあって、あのスイスのダボスなんか見てると悪の枢軸みたいな、はいはいはい、何なんでしょうかこれは、このスーパーみたいな、まあ、あれ経済会議っていうか品評会みたいなもんなんでね、ダボス、はい、品評会っていうか、はい、まあ商売人同士が、はい、かな、はい、顔をつないで、やっていきましょうみたいな、な、はい、やつやねんけど、これ言葉にできへんねんな、あの今回のブリックス会議見てると。でね、前は、まあとにかくその、なんていうかな、ブリックスプラスっていうかな、枠組み、はい、今まで5カ国やったブリックスが拡大ブリックス、今まあ10カ国と、はい、ね、今回のブリックス会議で。で、だんだん拡大していってる、はい、俺らも参加します、俺らも参加します。はい、で今まで5カ国やったんが、今回、会議出てきたんが、エジプトで、イラン。エチオピア、あとドバイ、UAE ですね。UAE と、で、決定的になったのがサウジですよ、これ、サウジアラビア。でね、これ、まあ、サウジ、まあ、去年年末ギリギリまで引っ張っとったわけですよな、本当に、はい、加盟するのかせえへんのかっていうのはな、やっぱりサウジが動くと、もう天と地がひっくり返ることになってしまって、で、まあ、ここでブリックスに加盟したと。拡大ブリックスにサウジが加わったということは、完全にもうアメリカと縁切りましたってこと。まあ、完全にというか、まあ、脱ドル、の方に舵を切りましたってことなんですよね。でね、
今10カ国ですよ。ブリックスプラスって拡大ブリックス、うん。なんでまた控えてんのがアジアやったら、例えばインドネシアとかな。うん、で、まあマレーシアとかな。うん、まあアフリカのいろんな諸国がほぼガーッ手上げてるわけですよ。俺んとこも、うん、俺んとこも俺んとこもって言ってな。あとなんとかスタン、なんとかスタンってあるやんか、いろいろ。旧ソ連やったとこな。うん、34カ国ぐらいまで手上げてきてるわけですよ。うん、ね、サウジが行くんやったら俺らも行っついていけ、みたいなな、うん。でね、これな、ものすごいな、どの国見ても鉱物資源っていうか資源国なんですよね、まあ、当たり前新興国ね、はいはいはい、でねこれなロシアの原油あれ多分世界でのシェアってどれぐらい占めてる 12-3% あるん違うかな、はいはいはい、うん、でそこへ今度ブラジルとか南アフリカっていうのも資源国やかな、当然、うん、まあインドもそうやかな、まあインドは原油は来られ出てけへんけど、はい、鉱物ですよね、鉱物資源ですよね、うん、でまあ中国はもちろんそうですわな、鉱物資源ですわな、はい、で、あとここにサウジ、うん、これ世界の原油の何パーセントみたいな話になってくるんですよね、これ 17%20% 弱ぐらいあると思うんですよ、はい、でな、でそこイランもおるでしょ、いや、うん、うん、でね、これこの拡大ブリックス、いわゆる10カ国だけでな世界の原油の多分 45% とか50半分近いと思うんですよ、もうこれすでにね、はい、ほんでそこへアフリカの国々とかあとインドネシア、うん、これあそこも原油出るよね、はい、アンランがくっついていったらここどうなんのみたいな、確かにそう、すごいんですよ、うん、でもすでに多分この10カ国でその G7 ですよね、うん、西側の G7 のその GDP は超えてると思うんですよ、もう、うん、うん、だからこれ明らかにもう完全にこうひっくり返った、うん、うん、あのウクライナ侵攻、ウクライナ特別軍事作戦から始まってな、うん、わずかこの2年ぐらいで、うん、完全にこう東西ひっくり返っちゃったねみたいな形なですそう、だから西側っていわゆる G7 っていうのはもう核の帝国、うんうん、はい、ということにもう明らかに決定的になったっていう感じですよね、うん、でね、あのラブロフ外相が言っとった、いやあの議長国なんでね、いろいろ話してたけど、うん、はい、やっぱね印象的なのは前々からロシアが言ってたことと、プーチンが言ってたことと一緒で、その要は、調和ですよ、うん、協調調和っていうことをやっていきましょうと、はい、西側帝国、西側のその帝国がその紙ペラですよね、はい、ドルですよね、ドルユーロですね、はい、紙ペラでその新興国の鉱物資源とか、はい、その、うん、まあ、まあ資源ですよね、その資源を紙ペラで買い叩いてきたと、あ、ね、で、はい、ドルをその武器化してたと、ね、で例えばその国連的なもん、国連的なもんですか、うん、国連的なもんのその援助ってあるじゃないですか、はい、アフリカ諸国に対する援助みたいなやつね、開発援助とかな、はい、あれもやっぱドル建てなんでね、うん、だからドルで縛り上げてきたってことですよ、言うこと聞かんかったらこのドルやらんぞとか援助せえへんぞとかな、こういうことをやってたのがもう明らかに終わりましたっていうことを言ってるわけよな、ラブロフ外相、うん、だからまあドルの武器化っていうことですよね、うん、これから我々は、ね、うん、まあ一気にっていうわけじゃないけども、徐々に抜けていってますよと、うん、抜けていくんですね、なるほどね、そうなんですよ、はいはい、でもうその通貨に関してはまあその、うん、ドルを返さない貿易体制っていうかな、ドルに支配されない貿易体制を構築していくと、うん、だから協調と調和っていうことですね、まあ、もうドルがなくなる時代が来る、まあ、で、お互い手を取り合ってやっていきますよ、はい、というようなその内容でしたよ、うん、あとまあそのまあ、時間をかけて、おいおい時間をかけながら、うん、そのブリックス通貨になるものですよね、交易通貨ですよね、うん、共通の、うん、そういうようなものを時間をかけてしっかり作っていくようにしましょうというような話ですよ。だから今年2024年の10月かな、うん、あのブリックスサミットあると思うんでね、そこでそのどれぐらいその辺が煮詰まっていくか、うん、デジタル的なブリックス共通通貨っていうかな、うん、交易通貨ですよね。まあ、そこら辺でもアメリカのテキサスなんかで出てくるそのデジタル通貨、新しいやつですよね。こういうのも出てくるやろうし、中国の人民元も デジタル人民元とかな、うん、いうのも出てくるやろうし、まあ、今年の終わりとかな、うん、秋以降が、うん、そう姿が見えてくるっていう感じ、一般の人たちに、はいはい、もう実際動き出してるのは動き出してんねんけども、まあ、表に出てくるって感じですね。うん、そんな形に、はい、だからまあその前にやっぱりその今の紙ペラのドルをやっぱり一回こうきれいに生産してしまわんと次へ行けませんっていう形だと思うんですよね、うん、ドルの方を生産しないと
全然見ない、うん、もう一回生産して、そうそう、新しく生まれ変わっていきましょうよっていうような、うん、だからもうあのブルックス会議見てたら、もう完全に片付いたっていう感じですよ。うん、うん、ただまあ、その残りがというかな、うん、はい、それがまだイスラエル、中東でまだ左に抱えてるという、生産終わってないってことですよ。うん、うん、生産しないといけないんでな、うん、そこも。うん、要はあのままじゃまたまた元に戻ってしまうんで、一、うん、回生産きれいにしないとな、うんうん、だからアジアでいうとやっぱり朝鮮半島、うん、まあ、あそこも生産しないといけないですよね、うんうん、どうやったって今の南北あの無理やり作った形でしょあれ、はいはい、要は武器売るためですよね、はいはい、武器金貸して武器売るために無理やり分断したのがあそこやから、うんうん、あれもやっぱ統一っていう形にならないといけないんでね、元に戻っていかないといけないんで、うん、だからやっぱりちょっと、うん、吸ったもんだする、うん、ことがあるかもわからんかな、うん、まあ、あるとしたら朝鮮は北朝鮮からその軍事的に侵攻していくってことはないと思うんですよ、うんうん、侵攻するとしたら韓国の方、韓国が北朝鮮にちょっかいかける、うん、いうかちょっかいかけさせられるアメリカにっていう形になると思うんですね。で、まあなん、どういう形になるかわからんけど、吸ったもんだして一悶着あって最終的な統一っていう形になるな、うんうん、で、まあ、中国なんかはこの動画でいつも何回も言ってるように、その共産党的なもんっていうかな、ああいう共産党支配みたいなもん、あれも一回やめるんでね、今回、はい、ドルを追い出して、はい、米ですよね、まあ、イギリスですよが作ったあの中国共産党みたいな、うん、あれを一回また解体すると、うんうん、共産党的なもんが解体っていうことになると、中国みたいな大きいもう大国じゃなくなるんで、やっぱ分割していく、何分割になるのか分からんけども、うん、こう連邦的な共和国体制っていうかな、そういう方に分割していくっていう形になると思う、うん、まあそんなイメージですよ。まあだから本当ブリックス、まあ神々しいっていうか、もうなんか神々しい全然違うんですよ、 G7 みたいなんと。うーん、上下関係がないって言ったら分かりやすいかな。いや、フラットってことですよね。そう、すっごいフラットなんですよ。うん、なんかフラットの G7 はなんか上下関係で試合する、そう、思いっきりね、 G7 の広島サミットみたいな首根っこつかまれて、もうお前よく分かってるやろなみたいな感じやん、見てたら。はい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 。なんかほんで、ああいう G7 の首相っていうか指導者って広島、はい、っていう、ああいう広島ですからね、広島をなんか舐めてるような感じの人やんか、はい、なんか、どっちかっていうと、なんか顔つき見てたり、態度見てると、はいはいはい、ブレックスっていうのは、あれな、まあ、なんだよな、まあ、衣装的にもそうなんやな、うん、全員が同じスーツ着てやってますじゃないし、民族衣装出てくるわけでしょ、サウジとかインドとか、アフリカ諸国とかな、だから服装もみんなバラバラみたいな、うん、なんかこう、なんやろ、なんかいいよなみたいな、うんうん、これだけ変わるんやな、世界が、ね、はいはいはい、まあ、ああいう指導者、ブリックス側の指導者っていうのもせいせいしたっていうのもあるんやろな、なんか顔がね、うんうん、爽やかな顔してるんですよ、やっとこれで終われるぞと、やっとあいつらのこう縛り上げから解放されるみたいな、うん、だからこれから新しい世界が俺たちが作るんだみたいなイメージで、うん、すごいいいよ、うん、あのね、まあ、日本もな、最終的にはああいう形になるんやけどな、うん、そこまで吸ったもんはまだすんねんけどな、まだ西側に縛り上げられてんねんけど、最終的には一緒やからね、あ、ブリックス、ブリックスっていうわけじゃないけど、皆さん手を取り合って仲間入れてくださいみたいな、なインドさんも中国さんも、うん、結局本当にそこのね、腹を割って話せる関係性が一番いいってことになるんですね。そう、インドさんも中国さんもロシアさんも今まですいませんでしたとね、ちょっと今、あのアメリカに言われてこうやってましたけども、アメリカ帰っていったんで、私たちも入れてくださいっていう形になってくるかな、あと2年ぐらいで。で、その時にまた日本人も大転換すると思う。大転、もうすでに変わってんねんけど、雰囲気っていうか、風向きっていうのが一気にまた変わるんだ、これ。空気感が変わりますよね。空気感が変わっていくよな。うん、もう世界が空気感変わってるんで、だからちょっと変わったんやろなっていうイメージ持ってるわ。2月とか一気に変わったのなんか知らんけど。で、あとまあ、その金でドルで縛り上げてた人たちがおとなしくなっていってますよね、今。もう玉つきてるんちゃうから、もうかなりおとなしくなっていってるから、そうですね、もうダメですってなってると思うんですよ。もうこれ以上無理みたいな。ただまあ、あの人ら、やっぱどっかで生きていかなあかんので、あの人らも現実問題な。はいはいはい、やっぱりイスラエルっていう砦があったでしょ、
イスラエルに巣ごもるっていうかな、うん、イスラエルっていうのがよりどころというか、イスラエルがあるってなってたけど、あれがコントロールできへん形になるわけですよね、今回やられて。はいはいはい、イスラエルも蜂の巣にされるからな。はい、だから、どこへ来んのって日本に来るんですよ、やっぱ。もう来てるけど。はいはいはい、その砦なのさ、日本がこれ、はい。まだ気づいてないから。うん、俺、もう日本しかないぞってなってるわけですよね。うん、日本の中に立てこもれって言ってね。それはまあ日本のそうね、確かにそれは。そうでしょ、言ったでしょ、前回のところでも、中国共産党はそのドルだ、うん、ドルを追い出してるわけでしょ、白来とドルって。な、アメリカもトランプ出てくりゃっていうか、もう出てくんねんけど、そうなるんですよ、追い出されるんですよ。うん、追い出されるでしょ、うん、欧州も追い出される形になるよな。うん、もう日本に来んといてほしいけどな、そういう人たちは。うんうんうん、金融資本みたいなな。金融資本家みたいなな、うん。まあちょっと、もうちょっと時間かかるやろな。そんな感じ違いますかね。だからやっぱりドル円高で株高っていう方行くと思うんですよ。金が入ってくる。金がな、一気に なだれ込んでくるからな。うん、やっぱどうしても株、日本株も高くなるし、日本の不動産も高くなるし、そのドル円高に向かっていくという形になると思うけど、それも長くは持たないですって感じです。うん、それで集めといて、はい、生産しましょうっていう形でやる。はい、はい、はい。うん、はい、どうぞ。はい、じゃあ、今日のテーマはですね、全然、まっちゃんに。今日何にも聞いてなかったな、今日は。で、あえて言ってないんですけど。なんであえて言ってないの？それは、まっちゃん自身の言った時の反応っていうのをちょっと見たらいいんですけど、うん、まあ、宇宙とのつながっている部分で、経済もそうですけど、全部その直感とかでいろいろと動くじゃないですか。その中で、まあ、例えば、SNS ってあるじゃないですか。まっちゃん。あんまりせえへんから分からんねんけどな。うん、分からないけど、あの世界って、顔出しをしてない人たちが多いんですよ、結構。うん。その世界ってあんまりリアルな世界ってないじゃないですか。みんな顔出しってくるじゃないですか。お面だとかしてビジネスとかしないじゃないですか。うん。で、という、隠したりしていながらも、ビジネスをする人たちの共通点だったりとか、その心理だったりとかっていうのって、まっちゃんとかってどうやって見えてるのかなと、宇宙から繋がってる部分で。うん、難しいかな。言ってるのはあなたみたいにみんな見てると思ってると思う。本来はそのまっちゃんがよく教えてもらってるものって、心と心を繋がりながらやるじゃないですか。うん、お互いが信用し合って物を購入をするのがいい形だと思うんですけど、名前を隠しながらも物を販売して売れてしまってっていう傾向があるんですけど、ちょっと意味が全くわからないよ。意味がわかんないけど、何？匿名？そうです。偽名？匿名？偽名と、そう、偽名匿名で要は相手を信じさせてって物を売るっていうのもあるんですけど、何を売るのそれで？お金を稼げる方法とか。どうやって？だからネットでどうやってビジネスっていうか、そのマネタイズする方法とかです。そういうビジネスがあるんですよ、今、世の中に。何を売ってんの？例えばだから。例えば、インターネットで商品を売る方法だったりとか、商品っていうのは、最近だと物販する方法だったりとか。知らん人から買うわけ？そう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 。知らん人から買うっていうのがあるんです。情報商材みたいなやつ？そうそうそう、情報商材みたいなものです。はい、そうです、そうです。マッチャンとかって、物買うときって何を基準に物買ったりするんですか？買うものによると思う、あるよるよ、それは。なるほど。例えば、その、そのパソコンのなんとか、なんとか器具とか、はい、なんとか器具とか、はい、あんちゃらかんちゃらとか、いっぱいあるやん。はい、はい、はい。だと、アマゾンみたいなもんで買ったら早いなっていうようなときとかな。はい、はい、はい。うん、例えば、それって小さいものじゃないですか。例えば、うん、10万とか20万とか、大きな金額のものに関して、うん、海外も含めてやるときでも、相手が顔が見えないとか、匿名だったりとか、そういう人とは取引は特にマッチしたことない感じですか？いやいやいや、その電気機器で10万円、20万円みたいなもん、ザラにあるわけでしょ、普通に。はい。はい、はい、通信販売なんじゃ顔見えへんじゃん、顔見えへんもな。はいはい、ただ、その、売ってるっていうか、仲介してるっていうか、その、ハブになってる会社を、アマゾンみたいなな、それを CEO と買ってるっていうだけの話ですよね。はいはい、そうですよね。うん。そういうのが載ってない場合でも買っちゃう人がいるんですよ。相手を信用しちゃって。だから、そういう時って、そのまあ、ネットの世界ではあるあるでリアルではそういうのがないんですけど、うん、だからそういう人たちが買うのっていうのは、そもそもなんでそういう買ってしまうのかっていうのが理屈としてあるのかなっていうのはちょっと興味があって質問させていただいたんですけど、言い方をちょっとストレートに言っちゃうと、うん、要はなんでみんな詐欺師に騙されるんだと思って、あ、そういう話やったら分かりやすいですよね。
要はそれって、要はいい意味でも悪い意味でエビデンスがそんなないじゃないですか。そういう話で言ってくれたら分かりやすい。いや、まあ、あの、ちょっと下水かなって言って、ちょっと濁してたんで。うん。詐欺師に引っかかる理由、はい、理由ですね、そう。これ、今日、こんな、そんなネタやって見てくれるとおんのかな、ここに詐欺師に引っかかる理由とか出てくるわけ。いやいやいや、まあ、そうなんです。いや、言い方変えますよ。言い方変えますけど、基本的に、どんなネタやね、一体。詐欺師に引っかかる理由って今言ったのが、いや、結構騙されるじゃないですか、みんな。そういうところを解析してね、絶対見てないなと思ったんですよね。いや、多分めっちゃ再生回数低いと思うぞ、それ。なんじゃその内容は、みたいな。ぐたぐたの、みたいな。はい。いやいや、最近あったんですよ、そういうことも自分の中で。その、そういうことか。そう。あんたが騙されたわけやな。俺が騙されたわけじゃないんですけど、騙されそうになったし、騙されてる人たちも口がうまいんで、何と思ってるの本当なのか、何と思ってるの嘘なのかって分かんないなって思ったことがあったんですよ。それはどう、例えば何やったん言って。だから答える。例えば、ある人がね、ネットでやった時に、実は僕が顔立ちできないのは、オンラインとかのオフラインの取引の時に、殺人事件みたいのを目撃して、それ以降なんか恐怖感がありすぎちゃって、ビジネスで顔出ししなくなったんですよ、みたいな。というような口調が、ズームで前あったんですよね。それ売ってるものは何なんだから。売ってるものは情報教材ですよ。情報、やり方を教えてるだけ、やり方やってマネタイズするってやり方なんですよ。それはいくらで売ってるわけ？スクールだと30万とか40万で売ってます。そんなもんに引っかかるやつおんのかよ。もう、まちゃん、まちゃん、これ言うと世の中の人に怒られますよ。いるんですよ。いるのもう、そういうことが多くすぎるの、まあ、いや、だから俺回答書を持ってたのは、俺詐欺の話とか、あの、結婚詐欺の話とかな、うん、で、不動産詐欺の話とか、取り込み詐欺とか、もうそういう話をしようかなと思ったけど、今の展開が読めたわ。そういうことか。そういうこと。バカバカしい話やな。そう。だから、結局なんでそんな人に騙されるのか、いや、多めで言えないですよ、そんなの、正直。俺もあんまり。これ見てる人も大笑いしてると思う。そんなやつおんのかよと思って。いや、いるんですよ。要は僕も聞いてて、オープンにしないんですけど、うん、違和感しかないんですよ。はっきり言っちゃえば。それで30万円で、ええわ。30万円でどういう内容のものなの？売ろうとしてる。だから、売ろうとしてるものは、最近の AI であれば画像生成の方法だったりとか、要は、どうやって画像生成するんですかとか、わかるんですけど、で最初にマネタイズしますよって言って、それが大体100人ぐらい集まってるらしいんですよ。はぁと思って、それはわかるんですよ。ただ、なんか俺なんか、なんか俺が好きなのかもしれないですけど、頭脳がずれてて、で、最終的に、愛好さん怖いんですと言うんですよ。はぁ、怖いんですって言って、で、顔出してたのに、こうガタガタ震えてるんですよとかっていうような言い回し方も効果してきたから、んと思って。まあでもただね、それ30万円で言えば、その情報商材ですわな。はい、うん、で、それは、お金、その30万円をクレジットカードなり、何なり振り込みなり、何でもいいけど、支払ったらその、はい、その商材はくれるわけでしょ。くれ、一応はくれます。いや、それ詐欺じゃないですわな、それで。詐欺ではない。当院もちゃんともらってるわけですわな。そう。それが30万円に値するか値せえへんかっていう話ですわな、結局。うん、まあ、人によってはね、そう。仮にね、そう。それ納品されへんかった詐欺ですわな、当、う、然、ん、な。お金払ったら物もらえませんみたいなことやんの。そう。もらってるわけでしょ。そうですね。うん。それは買った方がどうなのみたいな話しちゃうの。まあ、満足してればそれでええやろうし、まあね、満足でもなかなかなんかマネタイズができないっていうような相談も受けたりとか、だからその人はマネタイズできるって言ってるんだけどマネタイズができないとかっていう話があったりすると、そうするとマッチングが未読が始まった、それも 2,3 人から1人じゃないんですよ、そこにいる人たちの在籍で、2、3人から5、6人に、そういう話聞いてたんで。ああ、ひどい障害やったと。いや、まあ、それは、その、ひどいまでは、教えてもらってるんで感謝なんですけど、点々点がつくみたいなね。みんな、教えてもらってよかったですって思ったんだけど、その、全然そのマネタイズができないんですって声がすごいあったかな。まあ、ただな、その情報商材みたいなやつとか、うん、その、うん、セミナーみたいなやつって、まあ、セミナーは別にも、その中身が見えへんわけでしょ。例えば、ね、電気屋さんに冷蔵庫買いに行ったら冷蔵庫見れるわけですよな、どんな冷蔵庫。そうです。でもそれは30万円払ってからのお楽しみみたいなやつ。うわ、それ。それ本みたいなもんよな。開けてどうなるかみたいな。でも本やったら1000円か2000円やからまあいいよねと思うけど、うんうん、これ30万円の値打ちあんのかよって話やんな。うん、
でも値打ちないもん売っちゃったら、まあ、不人気になるからまた名前書いて売りますってことがここでやってるとか、そういう話違うんか、それ。そういう話です。それは俺がどう言えって言うねそれ。いや、例えばそういう人たちの心理だって、買う方の心理もそうですし、売る方の心理もそうですし。いや、売る方の心理って別に何もないやろ、儲けたねっていうだけやろ。まあ、そういう場合の、例えば逆に言っちゃうと対策方法ですよね。俺もそうなんですけど、結構そういうの騙されたりもしてた時期もあったんですけど、なんでそんな人に何かを教えてもらおうと思うわけ？ 30 万円払って。なんで？人に継がるから。いや、知らんよ。あいちゃん買おうとしたか見てたんでしょ？なんでそんなもんいちいち買おうとすんの？その人の価値を信じてしまうから。いや、だからいいものが入ってんのかなと思うわけ。そう、想像幻想でしょうね。はい、そうですね。それはありますね。はい、福袋開けたらええもん出てくるんちゃうかと思ってるわけでしょ。そう。なんでそう思うの？あ、そっか。それ、多分なんで思ってるかっていうと、それって、よくまっちゃんが言ってるように、相手に期待してしまうってことかな。いや、わからんけど。今、なんか要はあるやん。例えば、うん、あなたこういうことで悩んでますよね、今。あなたこうしたいという願望ありますよね。願望ありますね。で、あなたは、こう今こう、収入がこういうことでお困りじゃないですか、みたいな。じゃあ、こういう手がありますよ。ここを読んでいただいたら、それは悩み解決、最後までお読みくださいって、ずらって、いや、これいいや、これちょっと俺の願望、いや、俺もこれで困ってるし、いや、これ話聞きたいよ、これ見たいよな、最後、つきましてはいくら払ったら見れます、みたいな。はいはい、よくあるパターン。なんやそれみたいなな。まあ、確かにその悩みに突き込んで、それやれば解決しますだからな、最初から金額変えとけよっていう話なんですよ。そこで、はい、やめたってなってくれるのに、いち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 こう、線を引いていってな、導入線っていうかな、導線を引いていって、最後に、はいはい、これがオチですみたいな、なるやついっぱいあるやん、仕掛け。はいはい、ありますね。はい、俺には分からんわ、全く。バカなのはっていうのは、その、購入する理由、購入するその気持ちだったりとかっていうのもわかんないし。わかんない。全く。まあでも、確かに、その、金額の代償、その、2000円、3000円であれな、1万円であれ、まあ30万円ってのは別としても、まあ確かに買ってる人おると思うよな。情報詳細ですわな。そうですよね。セミナーも似たようなもんよな。言い方悪いけどな。まあそれは形のないもんですわな、言ったらな。無形のものですね。はい、無形のもんですよね。うん、まあ、それは別に、それが本人が値打ちあると思ってるんであれば、買えばいいしな。その人の自由ちゃうの、別に。まあ、確かにね。それで終わりの話だよ。そんなもん何を言えって言うの、俺にこれ。全然ダメ。ぐたぐたになってるけど、これ。いや。だから、結局のところ、そこの部分って、その、無形のものを信じてしまうのは、その何かしらのね、心の持ちようだけで変わってしまうのか。そうでしょうな。大抵は、大抵はお助け事やと思うんですよ。大抵は困り事とか、その悩み事とか。はいはい。あとは、その、願望っていうかな、欲望っていうか願望っていうかな、だからこういうことを知識を学べば、この商材を学べばそれを解決できると思うということだと思うんですよ、多分な、それだけの話だと思うけどな。だからちょっと一点だけ言えることっていうのは、ちょっとやっぱりそこには言い方悪いけど、あいちゃんの質問が悪いから言い方悪くなんねんけど、ちょっと自分に対して自信なさげっていうのが入ってると思うんですよ、やっぱどうやってもな。そこはな、ボツにするぞこれもう。いや、で結構でも、これって大事なことで、こう動画とか YouTube をね、これ、真剣な話になりますけど、YouTube 見てる人たちって、結構その騙せやすい人って多いと思うんですよ、ほとんどの人たちが。情報、では要は自分に自信ないから YouTube 見るとか、なかなか勘違いしちゃって、お金を払ってしまうっていう人も多いと思うんですよね。で、本当はそういう人たちもちゃんと学んでいってやっていけば、もっとその、なんだろうな、本当にお金を使うところに使える、お金に投下できるところにできると思うんですよね。それって結局みんなにとってもプラスアルファ良くなっていくような手法なので、すごくそういう話っていうのも大事だなと思ったんですよね。まあ、正直なところ。まあ、情報的なもんっていうかな、そういうようなその商売的なもんって、もっともっと増えていくと思うしな、もっと幅が広がっていくと思うし。そうなんです。だから、それが、松ちゃんは知らない世界だと思いますけど、やっぱり SMS の世界が、僕はどっちかというとそっちの方にも今、足を置いてる。そうしないとビジネスマーケットが広がらないんで、やっぱり自分のね、ビジネス観点という。ただ、問題的に原理原則を考えるのであれば、このチャンネルって、まあ、みんなをもっと上に上げる場合、
には避けて通れない道だとは思っているので、要はネット切り離すわけにいかないの、やっぱり今の現社会においてはね。現代会にとっては、待ち合うときは、ネットはなしで、要は、リアルがありきのリアルだけの話で、まかり通ってたけど、今はそのネットというのが入ってきちゃってるから、そこの関係性ですよね。関係性的に、その、本人の心を直さないといけないわけですよ。それを好き勝手にやってくれって、やっぱりそういうのが上へちゃって、結局うまくいかないこともあるので。はい、まあ、ただな、ちょっと大枠でいくとな、大枠の話でいくと。いいですよ、はい。情報をね、その商売としてやり取りするっていうのは、俺ちょっとそれどうなんかなと思ってんのよ。なるほど。興味がないからね、それは。まあ、この YouTube もそうやねんけどな。はいはい。それをその通貨に変えるとか、商売にするとか、俺それってどうなんかなと思うよな、立場としては。わあ、じゃあどういう観点ってどう思う、そう思うんですか、その。商売っていう前提がないっていう感じ？あ、だから、そのあくまでその横に、なんていうか、あくまで知り合いになるための、知り合いというわけじゃなく、あくまでその、同じような考え方をの人たちが心がほっこりするようなツールみたいな。あのね、その、このネットみたいなもんが、通信みたいなもんがない時代っていうのは、はい、共同体っていうか、友達っていうか、知り合いっていうか、はい、そういうのって、やっぱりどうしてもね、物理的な距離あるじゃないですか。ありますね。はいはい、の制約があるわけですよ。これネットがなかったのね、やっぱりな。なそうですね、近所の何、町内会とか学校とか、なんか会社とか、あとは地域とか、そういうコミュニティの中に、なってしまう、その後はやったって、価値観とか考え方みたいなもんっていうのはこれからなんかものすごく軽くなっていくし、自由になっていく時代になるんでね、でそうなるとそんな近所に同じような人ばっかおるってわけじゃならないんですよ、どうやったって。まあ確かにならないよね、で特に情報が多い世の中になってしまってるんで、余計にその多極化していくわけですよね、はい、これだからな、あのそこでな、この一元的に情報みんながみんな同じ情報を欲しがるというわけじゃないんですよ。というよりは、心地よさ。心地よさね。まあ、この動画でもそうやけど、気に入らん人は見えへんやろし、見てもしゃあないなと思ったら見えへんわけでしょ。はい、でもずっと見てる人は、少ない数を見てる人は、ここ、毎週見てたら、100人以上は、100人以上は見てますね。はい、まあ、情報得たいっていうのもあるやろうけど、心地いいよねと思ってる人もおるわけでしょ。そうと思うような人ですよ。でそれを商売にするって、果たしてそれどうなんやろうかと思うじゃなくて、最終的なっていうか、最終的っていうわけじゃないけども、はい、いずれ、まあ、いずれっていうわけでもないけども、まあまあ、なんかタイミングが合えば実際に会ってなんかするっていうことはありえるわけです。それは協力して何かするわけ、あります。そういうこともできるよねっていう距離感が近くなっていくためのツールっていう感じなんで。だから俺言葉にできるのはその情報マネーにするというよりは、この情報を発信する方も受け入れる方も距離が近くなっていくって感じ、まあ距離感だよね、この距離感の問題だよね、だん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 やっぱりな、それだけのイメージ違うから、だから何かしらが愛ちゃんの話いつもその商売的な金も、今日はその詐欺師みたいな話だから、それでいいけど、前提が違うんですよね、毎回。そこなんよな。また、まあな、ただ、あゆちゃんのその前提がそこにあるから、面白い話になっていくんやけどな。前提にが商売、マネーがない世界の話になっていくと、なんかもう宇宙人みたいな。だいぶ。まあ、ふわふわした話。ふわふわしてから、その着地点はなくなっちゃうと思うんですよね。まあでも、あの本当にやりたいのは、わっちゃん自身がやりたいのは、ふわふわした世界観をやりたいから、そう、ふわふわした世界観だと答えがないから、ああ、ふわふわふわ、ぴょ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 ってなっちゃうから、したらそれで、プレだと思うんですけど。だからそうなんですよ。だからな、前回の動画で、あいちゃんがマネーのない世界って見てみたいみたいな話であったじゃないですか。ありました。あったよね。言ってたでしょ。言ってましたよ。例えばこれね、YouTube とか、まあ、一つの多分、これも情報商材、じゃあ情報じゃないですか。ある意味ね、そうね。で、これを有料にしてると人としてない人では、ここはマネーのある世界とない世界あるわけ。そうですよね。ここはもうない世界じゃない、逆に言って、ね。そうでしょ、うん。だからそれが実際リアルな村作ると、自分たちがな。ね、その海の近くの、はいはいはい、ね、そういう物件買っていろいろうんぬんかのもな、はい、村みたいなもん一つ作るとするやんか。だからそこはマネーのない世界を作ろう思ったら作れるんですよ、現実。ここは禁止ね、やめときましょうね、みたいなとかな。だから、
やっぱり、ね、その人がどこに価値観を置いてるかとか、この先どうやって楽しんでいきたいとか行きたいかみたいな理想、はい、その人の頭の中の理想やと思うんですよ、やっぱこれ。うん、もうどうやったって。だから大前提がそこ、マネー的なもんがある人はもうそうならざるをええんやろし、そういう動きをするやろうし、うん、詐欺師の話からなんかだんだんなるかって言ったけど、だんだん最後はいい話になっていくからね。そのね、うまいですよね、こう考えながらどんどんいい話にして根本的に。でもそれが面白いんですよ。みんな途中でブチって切るから。真ん中のダラ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 しとったとかあんまり見んで。あそこ大丈夫です。あそこはうまくいくようにカットカットしながら、こううまく詰めて結論いくように持っていくのが大丈夫ですよ、うん。自分の頭の中っていうか、心の中っていうか、理想的なもん、これ直感で降りてくるもんっていうか、まあ、夢の中で出てくるもんから、うん、なんか神様っていうのはおらんけど、まあ、こうした方がいいんじゃないのみたいなのが降ってくるでしょ。うん、あとはじゃあ実際それをどういうふうにするかだけの話だと思うんですよ、いつもの話と一緒で。だからそれはね、俺はっきり言うけど、マネー的なもんがない世界っていうのはそれはそれでええと思うんですよ。でもそれものすごい非日常やと思うんですよ。ある意味な、1週間そこ行くでしょ、うんうん、そうだね。1週間行ってここがマネ禁止なんですけど、はいはいはい、はい、すごい、なんていうかな、非日常どころか、いや食べ物どうしたらいいんです、いや魚釣ってきてください、はい、とかな、うん、いやお野菜ちょっと、いや畑行ったとありますから取ってみる、ね、本当だね、確かにね、そういうのっていいと思うよ、すっごい、うん、うん、いい、ね、それ体験すると、例えば1週間でも2週間でもな、うん、いやもうこれでええんちゃうかなってなるわけですよ、実際も。やっぱりそこだから、そこら辺が、そこが矛盾、そういろんな矛盾が入ってきますよね、矛盾っていうかね、そうだよね。だから、何が何でもね、うん、その飛行機乗って行って、外国旅行行ってな、なんとか入場料払えとか、なんとか、なんとかレストランとか、なんちゃらかんちゃらっていうのもええけど、それはそれで。うんうん、いや、ほんまと本当の非日常味を思ったら、マネーのない世界突入するっていうのが一番、うん、あれちゃうかな。マネーが介在しない世界。そうそう。だから、うん、マネーが発生するから、妬みも発生するし、ひがみも発生するし、そういうマイナスのことも一緒に発生するんだろうなっていうのはすごく思いますけどね、やっぱりね。究極論的に言ってしまうとね。ただまあそれは管理維持みたいなものが必要になってくるんでね、多少な、まあだからお泊まりするにはちょっと必要ですけどみたいな、うん、うん、それだけで、あと食べるものとかそんなの自分でやってくださいみたいな、川に水もありますからみたいなとかな、あのどう言ったらいいかな、まあ理想的なもんを自分で作ることは可能やってことやと思うんですよ、理想的なものね、うん、うん、それは可能やと思うんですよこれから、うんうん、そうですね、だから理想な自分になるのはだってイメージすればいいだけだなんて簡単にできますもんね。それをみんなに知ってほしいとか体験してほしいとかっていうことになってくると思う、うん、そら、はい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 、はい、うん、ただそのためのそのツールっていうのが情報っていうだけの話だと思うんですよ、僕の考え方はこんな感じなんですよ、だから、はいはいはい、ある意味なんでそんな情報をで商売するのみたいな、うん、まあただ言っちゃ悪いけどな、それで生計立ててる人もいるわけなんで、現実、まあ、います、ね、現実ね、うん、そう。それはもう否定することはできへんねんけどな、うん、うん、そこにはあんまり真髄っていうか本当の奥はないと思うんですけどね、多分ハウツーというかツール的なもんやと思うんですよ、ハウツー本、こうしたらいいですよ、うん、みたいな、まあ、本ですよね、やり方ですよね、うん、そう、ああしたらいいですよみたいな、それがああしたらいいのがその人にマッチングするかっていうのはそうでもないかなってところですよね、そりゃそうやと思います、万人にそれが当てはまるかってなかなかそりゃ、要はこのチャンネルでもやっぱりどうしても過去になんか情報兄弟買ったことあるとかそういうこととかを見てる人たちも聞いてると思うんですよね、やっぱり特にあのふわふわ系のスピ系は多いのでそういうのって結構こうふわふわしてるスピとか宇宙とこうつながる方法とかっていうのでも真髄がない中で情報を得るので、スピ系じゃスピ系スピ系ってなちょっと、うん、あのな結構ねスピ、はい、まあ、スピ系的な話でいくと、うん、現実逃避してる部分結構あるんですよ、なんかそういう、ね、そういうイメージが、うん、ありますね、どっちかっていうと、はい、なんかこの現実世界から逃れていって、はい、もうちょっと軽くなって逃避して、はいはいはい、こうなればいいのにっていう、なんていうんだろう、ちょっと宗教チック、あ、それは、うん、ありますよ、宗教チック、 何かに頼りがち、全然あると思いますよ、スピ系ってそんなイメージなんですよ、はい、全然あると思います、その通りだと思いますよ、うん、はい、見てみて、でも、もっと簡単に言うとちょっとバランスが悪い、
あまりにもそのそっち行き過ぎみたいな、やっぱね全部バランスなんで、これ現実、まあどっちにしてもな、現実的なと、何ていうかな、この俗の中にどっぷり浸かるっていうのもあれやし、スピース系っていうか宇宙系っていうか、あんまりそっち飛びすぎるのもどうやろうかみたいな、でも要はバランスですよ、バランス、手も2本あるし足も2本あんねんから、はい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 、そんなどっちかに振らんと、はい、ふわふわこう都合よくうまく渡っていくみたいなな、うん、だと思うんやけどな、ね、ちょっと今日ものすごい難しくなってきたから、なんと言ってんか、いや、でも難しいテーマでも、これ結局みんなその頭の中では想像してるんですけど、それが言語化できなかったやつだから、今日とか言語化しやすいと思いますよ、すごくみんなの中で結局のところは、うんうん、だから理想的な形、うん、まあまあね、これ先ほどの最初の話で言ったように、本当なんか雰囲気っていうか変わってきたんでね、風向きっていうのかな、うん、風向きが変わってきたのはあれですよ、新年入って1日2日3日とかっていうのにどん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 日本の震災が起こってきてるじゃないですか、まあ天体鈍行っていうのもあんねんけどな、そうですよね、まあ、風向きっていうのがなんか本当雰囲気が変わってきてね、うん、だからこれまあいつものお話と一緒になってくんねんけど、うん、その理想というかやりたいことっていうかな、実現させてみたいことの基準が変わるっていう感じになるんですよ、仕出しになっているってことね、だからな、うん、例えばホテル、宿作る、ホテルみたいな、はい、宿泊施設な、はい、あれも金を莫大に金かけてコテコテにやって高級風な、うん、まあそれはそれでええんやけど、はい、それは前提はその資金回収と商売っていうのが前提になってるわけ、はい、あれは、はい、そうでしょ、うん、そうでしょ、大前提がそこでしょ、大前提そうです、ね、利益を出すってことですよね、はいはい、利益を出すために投資してやってるっていうのが前提になってるわけですよ、はい、ああいうもんはな、はい、でも考え方によっては利益を出すのが前提になってないっていうやり方もあったりするわけですよ、うん、これ難しいなってくるんだけどな、ちょっとな、はい、話がな、はい、うん、分かっていい人にはものすごい難しい、何のためにやんねんそれっていう人多いけど、うん、はい、そうでしょ、そうなるでしょ、なります、なります、いや利益出すためにやってるの違いますな、これ何のためにやってんのそれっていう人多いでしょ、そういうのには分からんと思うんですよ、うん、うん、そうじゃない形があってもええと思うんですよ、俺。そのじゃあ利益って何ですかって言ったら、まあまあまだ今のところその利益って言ったら日本円であったりっていうマネーになってくるわけでしょ、はい、それが利益がマネーっていう大前提におるっていうのも本当にそうなんかいなっていう話があるわけ、まあまあまあ、うん、そうでしょ、うん、うん、だからそれはじゃあその利益となるものって言ったら物々交換のそのものかいなって、それはそうでもないと、はいはいはい、なんなんやっていう話になってくるわけでしょ、うん、そうです、そうでしょ、うん、それはやっぱりね、人と人とのつながりとか喜びみたいなもんが最終利益って形に持っていく、ほんなお前何言ってんねんって言われそうやけどいや言われそうですね、絶対ね言われそうやけど、それでいいんですって言う人がおったらどうするそれ、うん、まあまあそれでいいで、そうですかって言うしかないですよね、いや例えばそこに宿泊行く人よ、はい、俺がやってて あなたの喜び、こういう喜びが私の利益なんですって俺が出てきたら、その人どう思うなんでな、どういうことって言われますよね、多分。え？これ理解できないんだと思いますよ。理解できないでしょ。うん。理解できない、やっぱ。うん。うん。そういうことはあり得ると思うよ、俺。逆に、ああ、うん、なるほどね。これから。っていうか、あり得るんだ。いらっしゃいませ、と。ね。よくお越しいただきました。遠かったでしょう、大変でしたね、と。ね。私の利益はあなたの喜びですから、みたいな。どうぞ、みたいな。それでマネーゼロって言ったら、愛ちゃんどうする、いやいや、そんなこと言われても困りますからってならへんか、そんな、こんな、こんな楽しかったのに、そんな無料なんて私困りますと。次来れないじゃないですか、もうってなるでしょ、うん、そうですね、そうです、ね。そんな厚かましいことできませんと。そう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 。それでええんじゃないの、じゃあ、そうか、そんな困るのかと。そんな遠慮されたら困るんで、じゃあ何らかの形で、お賽銭箱ここにありますんで、みたいな。気分的に収めてくださいな、みたいな。そう、それぐらい。それでどう？まあ確かに、それは綺麗ですよね。でもね、ものすごい面白い。人の心理って面白いのな。ちょっと今日の話は面白いなのかな、ここからな。ここから、お、いいですね。あのね、金額って決められてるでしょ、なんやかんや。例えば、ご飯食べに行ったら何々定食1000円とかな。うん、で、ホテル行ったら1泊1万5000円です。2万円。虫が出てきますね。はいはい。あるやろ？ありますね。あるやろ、いろいろ。はい。値段決めてるでしょ。はい。これはいくら、これはいくらって。うん、札貼ってるでしょ。はい。野菜買いに行っても、はい、お肉買いに行っても、はい。あれなかったらどうなると思う？俺、値札がなかったら、なんか値札って、
なんだろう、その価値の表面化なんだなって思っちゃってるんですよね。まあ、ね、値札まで行くとちょっと話が大きくなるか飛びすぎるんでね。はい、なんかサービスあるやん、例えば。はい、マッサージ屋さんにしようか、マッサージ屋さん。マッサージ屋さん。値段はないんですと。あなた決めてください、みたいな。難しいぞ、これ。はっきり言うとけど。まあ、払う方。これ人の心理なんですよ。わかる？すっごい難しいんですよ、これ。例えば、マッサージを受けると、ね、はい。1時間受けますと。はい。はて、1000円にしとくか、1万円にしとくか、5000円にしとくか、どうしようってなるわけよ、これ。判断わかんないですよね。でしょ？いや、そんな、あなた決めてくださいって言われても、どうしたらいいんでしょうかってなるわけでしょ？で、次回もお願いしたいと思うんであれば、そこそこ払うわけですよ、大体。1万円払っときますと。ね、あなたすごいと、あなた上手ですと、こんなに体が軽くなりましたのでね。だから1万円払って、また次回もお願いしますってなるわけで、ね、もう二度といかんってなったら500円置いて帰るわけでしょ。わかる面白いこれ。心理ですね。でも、500円で逃げて帰っていくと、おらんわけですよ、日本の人って。そんな、やっぱ3000円ぐらい置いとかななとか。大体。わかる？だから、なんかホテルはあるよ、そういうホテル。外国行ったら、あなた値段決めてくださいみたいなやつな。ああ、そうなんだ。あるんだ、外国で。あるよ。公共ホテルやけどな。100万か300万でも自分で決めてくださいみたいな。面白いよな、そういうの。いいっすね。逆にそのビジネスモデル楽しいっすね。なんか見ててね。だからまあ、ある意味、あんまりね、さっきの宿的なもんな、民宿的なもんとか、旅館的なもんで、あなた決めてくださいって言ったら、もう、やっぱ俺、来にくいと思うんですよ。そんなこと言われてもみたいなな。だから明らかに本音で無料でいいと思うんですよ、もう。無料ですから。無料というか、あなたの笑顔が私の利益ですから、みたい裏あるんじゃねえかって思っちゃいますけどね。な。ほら、思うでしょ、それ。ねえ、思うでしょ。だからな、どう言ったらいいかな、その代わり気に入ったらお布施してください、みたいな。それぐらいでええんちゃうかな、大体。お布施、お布施。たまにお布施してね、みたいな。だから、ただね、これ面白いのはな、形を決めてしまうっていうかな、システムを決めてしまうっていうのが大体ビジネス的なもんの大前提にあるんですよ。大体。こういう構造にしとこうかとかな。こういう値段、価格設定ですよ。こっから仕入れてこういう商家とかな。設定するわけですよ。それが商売的なもんって設定するんですよ、何でも。だから設定のない世界っていうのを一回実験したいんですよ、俺。まだ実験したないんだ。全く設定ない世界。でも、やってるとね、出来上がってくるんですよ。出来上がってくるね。から、あ、大体みんなこういう感じなんやろな、みたいな。だから、設定のない世界ってええと思うんですよ、俺。だから、例えばご飯、晩ご飯食べんねやったらな、こういう料理ますから、みたいな。決まってるやん、大体。大写体真撮っね。てるやん、こういう写料真理ですから、撮みってたいまな。出すてくるやん。ね。それはない世界。その日決めましょう、みたいな。まず海行きましょうかと。そこが原理原則からかな、ね。まず海取ってきましょうと。まあ、新鮮な魚を取っていきましょうみたいなとこからね。取りに行かないとありませんからと。抹茶らしいな、確かに。で、まあ、ちょっとあったかいなってやったら潜りましょうとな。貝取りましょうと。で、みんなで準備しましょうみたいなな。それでええんちゃどうやろ、これ。見てて、お前何言ってんねんと思ってるか まあ、そういう世界であってほしいなっていうのはすごくありますね、お確前かに。頭おかしなったんかって言われそうやけど。ああ、まあね、そうなんですけど、なんか、そういう世界もあってほしいなって願いはすごくありますよね。いいんちゃうかな、意外と。意外といいですね。面白いと思うよ。まっちゃん節出ましたね。面白いね。あの話から、詐欺の話から、ここまでまっちゃん節が出るとは思わなかったな。なんか最近俺毎日夢見るからな、どう何の夢見てるんですか？みんなそんな夢見たことあるから分かると思うけど、何かが分からんのですよ、ぼ夢っんやりして。てるものでしょ？ぼんやりしてるいや、もぼの。んやりというより、全部がミックスしてる感じ。俺が生まれたところの田舎の原風景の中におんねんけど、どっかの外国と混じって、いろんな人が出てきて登場する。ほんで、なんか、わけのわからん展開になってる。そんな感じじゃないですか、夢って大体。説明せえって言っても、説明できるような感じやる、夢って。なんか、カットカットがバラバラになって分かれていってるみたいな感じやな。あれ、毎日この夢見るって何なのかな、みんな誰か教えてほしいな。まっちゃん、こういうことよって言うて。教えてほしいけどな。まあ、だから、話が飛びまくったけど、結局、思考というか、考え方っていうか、頭の中っていうか、いろんなことで現実化させていくっていうかな。そういうのも、やっぱりね、
もう今日最後になるけど、邪魔してるもんがやっぱ一個あるんですよ。辛いじゃないって言ってるようなマネー的なもんですよ。これが大前提にあるから、どうしても邪魔されてるんですよ。言ったでしょ。動きというより、その、本当に純粋にやってみたいっていうか、そうね、ことが止まっちゃうっていうか、先へ行けないっていうのがマネーが前提になってるんですよ、ね。みんななんかすごく違和感がある人たちはみんなマネーになる。わかるやろ、ものすごいこれ。あのね、若い子もそう、年取ってる人もそう、あの、よう全員に言えるんですけど、何か狂わしてるのはマネーですよ。だからマネーが人生を狂わしてる人は多い。マネーが全員、機械損失を生んでるのは事実。あのね、本来の心の中にあるというか直感的なこの自分がこう行くべきなんてこういう生き方をしてみたいとかこういう中で心地よくいたいね、毎日じゃなくてもな、うん、そこの前提をこうなかなかこう生かしてくれないのはマネーが足引っ張ってるんです。本当にこれそうなんですよ。実際本当にそのお金が全部が自分の行動原理を止めてるから、お金という概念を捨てるといいことが起こりますよね。確かに。それだって、まず。いや、だから、いいことが起こると思ってるのも、それも縛られてる。幻想か、縛られてるか。縛られてるんですよ。これをしたらいいことが起こる。これをしたら悪いことが起こるとかな。要は、求めてるわけですよ、利益を。結果的に最終的に、ね。結果的にそうなんですよ、それも、うん。だからね、利益を求めないところを一つ作ってみるっていうやり方ですよ。だから、マネー全く縛られない。だから前も言ったけど、前のところでも現実的には多少あんねんで、あんねんけども、その極力それを排除するような形、で、いっぺんやってみるっていうのって面白いと思う。それは俺言ってるよね、本当。でも、まだちょっとね、理解しにくいと思うんですよ。俺もちょっと理解しにくい部分はあるんですよ。じゃあ、できんねんで、現実できんねんで、やれるんやけども、ピンとこんっていう感じだと思うんだね、みんな、やっぱり。そうでしょ？だから、そこをマネーが排除されてしまう世界作るとな、そういうな、客と、お客さんと売り手と買い手っていうのが消滅してしまうんですよ、これ。そうでしょ？おかしくなっちゃいますね。はい、売り手と買い手がおらんわけですよ。はいはい、はい、うん。で、ただ、お客さんっていう意味合いはあるんですよ。残るってことですよね。そうでしょ？うん、で、そこのお客さんはおんねんけど、マネーは介在してないわけですよ。はいはいはい、これ、どういうこと？みたいな話になってくるわけでしょ？面白いんですよ。っていうことはやっぱりね、そこへ行かしてもらった人も喜ぶというか心を通い合う、うん、でサービスを提供するかも、あなたの幸せが最高ですみたいな、これちょっとよくわからないようになってきた話が。あ、でもなんだろう、そのマネーという部分が人の行動を遅らせるっていうのはすごくその通りだと思いますよ。そうなんですよ、はい、だからな、まあ、さっきのスピ系の話みたいなんじゃないけど、あまりにもどっちかにどっぷりつからないってことなんですよ。そうでしょ、いわゆる、まあ、そうね、支配されるんだってことですよね。そうそう、あるのはあるでしゃあないんですよ、これはもう、あるんで、この先もデジタルであれ紙であれな、あるんはあるんで、それと別にもう一個違うことの本当のなんていうかな、自分の心地よさをの思うもの ね、それもう一個作っとくってことなんですよ、これもう一個。そうするとその限界が突破するから、ね、バランスが取れるんですよ。そうね、そこはだからな、いつもの話はね、何でもバランスなんですよ、やっぱ、バランスを整えとくってことなんですよ、あまりかどっちかにどっぷりいっちゃうと、やっぱりね、どうしても人間って弱いんで頼りがちになるんですよ。そうね、そこね、そういう話が、よいまっちゃんいつもの取りまとめたぞこれみたいな話になってくるから、途中グタグタやったのにみたいな途中なんやそれって言ったのに、まっきれいにまとめました、ね、だから今日のキーワードバランスですね。そうなんですよ、バランス、今日のタイトル、バランスを整えることっていう風な感じでもいいですね。何でもそうですから、調和も協調も全てがバランスですから、だから政治もそうですからね、外交も。結構バランスなんで、バランス感覚っていうことなんですよ。どっぷりいっちゃうとひどい目に遭うわけですよ。今のキッシーみたいにな。G7 にぴったりくっついていくと自滅するわけでしょ、これ。まあ、ロシアともたまに仲良しながら、今日中国とも仲良しながら、インドネシアともまあまあとか言いながら、ね、アメリカにはまあまあ適当に、はいはいって言って、返事だけしてるけど、実際やらんとかな。そういう風見鶏っていうかな。そうでしょ、外交なんて、まさに。それはもう力づくりやったら、ね、玄関になるねんから。とりあえずここら辺でどうでしょうか、真ん中でみたいな。
落としどころっていうでしょ、これ。まあ、なんでもそうじゃないですか、そら。お互いの落としどころ探っていかなあかんわけでしょ、なんでも。一方的にやる、何かやる時代じゃないんでね、これ。だからそういうバランスを持っておくってことやと思うな。だから自分の生活の中とか商売の中でもそういうバランス。そのバランスを取れるものをそろそろ作らなあかんよねってなっていってると思うんですよ、みんな。もう。そうでしょ？なんかそういう村作りたいな。いいおです金いりまね。せんから、お金禁止って看板がかかってるやつ。ああ、でもなんかお金がない世界を体験するところがあったらいいでしょうね、すごくだね。から、やっぱ、こう、なんか山越えて、部落の方にな、ビューっと坂道降りていったらな、そうだ農ね。道があって、その農道から入ったところから、お金禁止ですからって、看板かかってるのかな。ここまでは、ここに置いといてくれ、ここから先は持っていってあきません、みたいな。あ、それは面白いですね。おっしゃれ、そういうの。面白い、面白い。何これみたいな。本当だね。いいと思うよ、そういうの、本当。それで、じゃあ、お互いが心が豊かになるかったらならん場合もあったりするやろうし、逆になる場合もあったりするやろうし。じゃあ、どっちもが不幸になるかって、そう不幸になるならんと思うのよな、別に。感謝の気持ちをこう何かの形に変えて何かまたすりゃいいだけの話よ、また。まあ、そんな話です、今日は。ああ、わかりました。ありがとうございます。いや、ではい。も、バランスという言葉がすごく腑に落ちましたわ。タイトルはね、多分バランスという部分とちょっと端折るので。じゃあ、今日もありがとうございました。ちゃんとした質問しといてよ、考えといて、もういい加減そろそろ。わかりました。もう大変やねんがな、これ答えんの、本当わかに。りました。はい、ということで、はい、今日はこありがとうごの辺ざいで。ます。失礼します。